はい、こんにちは。今回もライダーズリパブリック、PC プレイデイ、この様子をお送りいたします。はい、一人称視点でもいけますけどね。ちょっと慣れないんで。さて、で、前回、なんだっけ、パラモーターを手に入れたので、パラモーターで、ウィーポイントを設定したんです。あの青いところですね。画面の上に表示されている青い、涙を逆さまにしたようなやつ。あそこまで行ってみましょうか。あ、なんか動物がいる。違った、プレイヤーかな。あ、ボットか。あれもボットだ。動物がいるかと思ったんですが。鳥は結構ね、見かけますけど。パラモーターでちょっと行ってみましょう。グローブがある服、いや服のことは今回考えないでおこう。もう引き継げるのかどうかもよくわかんないんで、引き継げるにしろ引き継げないにしろよくわからないんで、パラモーターで行きましょうか。のんびりね。ちょっと曇ってるかな。まあ自分の好きなように天候も時間も変えられますけども、まあのんびり行きましょう。景色をね楽しみながらのんびりするのが僕はこのゲームの醍醐味だと思っているので。モーターのないパラグライダーがあったらね、そっちの方が僕は自由じゃなくてね、いいんですけど。もうエンジンのオンオフってあるんですけど、エンジンをオフにすると、今エンジンオフにしてますが、あの風を捕まえる方法が僕の知る限り今のところないんですよね。ディープだったら風を捕まえて上昇気流に乗ってヒュー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 って上がっていけたんですけど、それがないので。これでも落ちていっていないような気がするな。まあだとすると少し改善というか改良があって、落ちにくくなったのかもしれませんけどね。あんま天気が良くないから景色が良くないですね。日が差しているところに行きましょうかね。パラモーターの反応が少し変わった気がしますね。操作感が。少しシビアになってるというか、キャラクターの動きが細かくなっている気がしますね。ああ、コントローラーのセンシティビティの設定の問題かな。どうですかね。こんなに動かなくてもいいんですけどね。画面揺れの問題かな。画
画面揺れあんまり起こんないようにしてるはずなんですけど、ガスってて全然景色が良くないな。もったいないな。まあいいや、ちょっと水でも見てね。お、ちょっと景色が変わってきましたね。ああ、人いっぱいいる。なんだろうな、マスレース待ち？違うか。いたいた、プレイヤーがなんか集まってる。なんかイベントやってんのかな。あの黄色いのはプレイヤーですね。そっか、ひょっとしたらチュートリアル的に進んでいくと、あの辺から始まってあっちの方に行く路線なのかもしれないですね。まだライダーズ村にたどり着いてない人が多いのかな。そういうことかもしれませんね。よくわかりませんが、さあ、じゃあちょっと下の方まで降りてギリギリをちょっと攻めていきましょうか。ああ、なんか村がある。村っていうか建物が、あ、この何これ、雪白いのかな。雪はないわな。すごい、これ初めて見たかも。こんなことが山ほどあんだよな。1年経って初めて見つけた建物とかありましたからね、スティープでね。あ、すごい、なんか西部劇みたいな感じになってる。なんだろうこれ、鉱山とかロープウェイみたいになってますね。なんか旧式の近代的な街の、なんか今は人がいない街みたいなのはありましたけど、これなんか、ちょっと随分ガクガクするな。画面揺れ直した方がいいかもな。なんだろう、これきっとビューポイントなんかあるんでしょうね。ここは、Hey you players, Reggie here to bring you some hot trick data. Okay.For all you out there looking for something fresh, try out a leather tank Madagascar Frank. This has to be one of my favorite tricks on a bike. Some shred is called a cash roll, but hey, that's just so obvious. This is X-Star Bear. Stay pinned in, Flynn. ゴールドラッシュの名残とかそういう感じは全然わかりませんけどね。今想像で言ってますが、はい。下にプレイヤーがいますね。Hey, what's up?すごいな。これがたとえその凝縮された偽の景色であったとしても。景色として見られるっていうのが面白いですね。すごい美しいことですよね。あのだから 絵を見てるとか映画を見てすごい素晴らしい景色だと思うのと変わらないと思うんですよね。マスレースイズライやらないですね。いつか気が向いたらやるかもしれませんけど、マスレースには気が向かないです。
いや、今だからこそ集まりたいっていう人もいるんでしょうけどね。まだ早い。集まりたくない。そもそも集まりたくない。いや、すごいな。なんかこういう地形アメリカにあるのかな。こんなの日本に多分ないと思うんだよな。そういう景色をなんか体験できるっていうだけで、なんか飛行機代ぐらい浮く感じはするんだけどな。いいですよね。これファーストパーソンビューにしちゃうとちょっとリアルすぎて怖いんですよね。なんか GoPro から撮ったみたいな感じになってますけど、相変わらずちょっとマウスをつけたままにして、マウスからコントローラーに切り替わるときとか、マウスちょこっと触っちゃったときに、あの音が切れますね。それ前のベータからそうだったんですけど、ここは変わってないってことは、まあそういう仕様だと思った方がいいですね。一回エンジンをオフにしてこの辺行ってみようか。すごいな、ウィングスーツのボットたちが飛んでますね。あ、 RR のマークがありましたけど、あー、これやっぱ上がれないな。落ちにくいけどやっぱ上がれないんだ。あー、綺麗だ。まあ、ガクガクするのは僕の PC の環境のせいかもしれないですけどね。ちょっと画面がね、なんだろう、左右に方向転換するときとか、上に登ろうとするときにちょっとガクガクっとしますね。ちょっともう夜になってきてるのかな。星が見えるような気がしますが、あれ月だ。うわすごいな。月ってこんなにでかいかな。すげえな。デススターじゃないかな。デススターだからといって何もできるわけじゃないですけど。なんかいろいろ名所があるようですね。アンロックされてますが。わあ、すごい。すごいボットの数だ。うわあ、すごい。人いっぱいいる。まあ、このボット、人の白い点とかプレイヤーの点とか表示するしないって切り替えられるんで、好きなようにしたらいいと思うんですけど、僕はなんか見えてる方が面白いから見せてますけどね。夜になってきたよな。砂漠の夜ってこんな感じなのかな。ここ砂漠って言っても割と緑はありますけどね。目標地点までたどり着きましたね。ちょっとこの辺自転車でブラブラしましょう。
すごいな。もうちょっとね、あの収録とか、いや僕の PC 環境が最強だったら放送、生放送、ストリーミングをしながら YouTube 用のね収録もしながらプレイする、最高の画質でプレイするってことができると思うんですけど、まあそこまでの環境じゃないんで残念ですが、そこは諦めますか。いやー幻想的だな。こういうとこでバーニングマンとかやってんのかな。うわーちょっとなんだこれ、絵みたいだな。いや実際絵ですけどおっとっと、今ねこういう時にあのマウスを触っちゃってるんですけど、表記が変わるじゃないですか。こう今マウス触りますよ。そうすると左側の競技ってところが 1,2,3,9 になりましたけど、これキーボードのことなんですね。で今コントローラーを触るとキーボード表、あーコントローラー表記に変わりましたね。この時にあの音楽が、これ今バックグラウンドでかかっている音楽はフリーミュージックですけど、ゲーム内の効果音も音楽も PC でやっているときはコントローラーとマウス共存できない。今一瞬足音も切れてます。これずっとなんか切れてましたね今ね。それがあるんですね。普通の PC ゲームってコントローラーをつないでいてもマウスキーボードをつないでいても そこにもしこういう風にね、あの自己的にパッと触れちゃったところで何かプレイ上支障をきたすようなことは通常はないんですけどね。これはベータ版からあった、まあ、仕様だと思いましょう。今のところはね。さあ、じゃあ、自転車に切り替えて、このファンキーなね、自転車、あの、どっかで拾ったかっこいいロードバイク、あれどこで拾ったんだったかな。どっか目標決めた方がいいな。これは削除して、どこまで行けるかな？この辺まで行けるかな？行ってみましょうか。6キロ近くあるな。道がないから厳しいな。まあさっきグラフィックの話をしましたけど、今これ中設定ぐらいだと思うんですよね。あのグラフィック設定で低中高ってあったとしたら中ぐらいだと思うんですよ。で HDR はオフですね。そのぐらいでこれぐらいなんで、もし PS5 とか Xbox の現行機でやったらこれよりいいかもしれないですね。ディテールの描画がで、多分 PC 版の最高設定は結構無茶な設定だと思うんで、まあそれでねストリーミングはちょっと無理なんですよ。収録するのもきついぐらいなんで、リソースの問題でね。一応プレイはできるんですけど、いや本当はHDR をオンにして、まあ、
ディスプレイがね対応してればですけど、 HDR をオンにした方がまあコントラストがはっきりするので、パキッとしてね、より綺麗に見える画像になるんですけど、 HDR をね収録するやり方がわからないというか、多分なんか有料のソフトがいるんだと思うんですよね。あればうまくできるのかできないのか。そもそもだからディスプレイに合わせてディスプレイの機能を使って、画像を向上させるっていう機能だというふうに理解してるんで、 HDR っていうね、機能が多分だからそれは収録には向かないんだと思いますけど、まあでも何かのソフトを使えば HDR 画質で収録して HDR で出力しているような収録ができるんじゃないかなと思いますけどね。ちょっとそこまで詳しく調べてないので分かりません。髪の色もうちょっとピンクだったかな、こんな紫じゃなかったかも、忘れちゃいましたね。キャラクターも新たに作り直したっていうか、まあ別に特にこだわりはないですけど、これ僕のスタイルとして、生放送でやっているのを撮っているっていう場合もありますし、まあ放送しなくてもほぼ無編集で動画を上げてるんですよ。で、それって多分見ている方はつまんないだろうし、編集した方が多分分かりやすいし、僕もだから余計なこと言っちゃってたりつまんないこと言ってるし、そういう部分があるのは分かってやってるんですよ。で、それなんでかっていうと、僕ゲームは上手じゃないんですよね。なので、上手じゃない人でもこういう方法で一生懸命やっていれば、これぐらいはできますよっていう感じをリアルに伝えるには、そのもう撮りっぱなしにしてそれを流しっぱなしにするのが一番かなと思ってるんですよね。まあそうですね、理由があって、例えば急に逼迫した状況になって一時収録を中断するってことはありますけど、まあポーズ機能があるので、一時停止してそこから無理やりつなげるっていう方法を取りますけど、そういう編集以外はほとんどしないんですよね。で、サムネイルに字を表示するのも僕はあんまり意味はないかなと思うんで、目を引くサムネイルはいいと思うし、何ですかね、スタンプ的にねマークをつけておいて、やるっていうのもいいし、当然だから字を貼って、その動画の内容をまあ説明するなり誇張するなりトラップを敷くなりして字を書いて説明しておく、サムネを貼っておくのはすごく効果的だと思うんですよ。で、そうすればね、いろんな人が一瞬にして何かその表現されているものが分かったような気がするんで、その動画を見る機会が増えると思うんですけどね。でも僕はあんまそれ好きじゃなくて、まあ単にめんどくさいから編集もしないしサムネも作ってないんだって言ってしまえばそうなんですけど、
あんまりあの動画にサムネつけてもそのうちそういうものってなくなるんじゃないかなって気がしてるんで、やりませんね。わあすごい、なんだこれ、一回見たと思うんだけどな、忘れてんだよ、すげえな。カリフォルニアのジョシュアツリー公立公園、はあすげえな。ユタ州南西部、この景色は本当に見られる人、まあこういうシチュエーションで見るっていうことはあんまり貴重なことでしょうけど、と思う。でもまあ現実にはほぼ実在するんでしょうかね。すごいよな。まあこんなところまで、こんな砂漠までこの景色を求めて来る人がまあ いるんでしょうけどね、実際ね。でもまあね、今日本ですら、まあ日本でまあ、観光は今どうやら解禁されたようなので、いっぱいね、いろんな人がいろんなところに行っているんだと思いますけど、海外に行くのはねちょっとまだっていう人もいるんでしょうし、そういう、わーなんかでっかい鳥がいた、なんだろう、コンドルが飛んでいった、ラー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 っていう、コンドルがハゲていったっていう曲が昔サイモン&ガーベージっていうバンドがいたと思いますけども口から出まかせですが、あと2キロになってますね。ただ微妙に道がつながってないんじゃないのかな。実際にこんな橋ないよな。まあ、UBI にも作るオープンワールドは、あの、現実世界をまあ、かなり再現するんですけれども、圧縮するんですよね。なんで、まあ、実在する部分もあると思うんですけど、ないところはないんだと思うんですけどね。その境目がわかりませんね。まあ、一生懸命調べても仕方がないのでやりませんが、別にこのゲームの中で景色を楽しめばそれで僕としては満足なんで、これを見てね現実にこの場所に行ってみたいって思う人はね、あのいると思うんですよ。僕もそういう欲求があの全くないってわけじゃないですけどね、現実で見られるもんなら見てみたいですけど、でもまあこの疑似体験で十分だなっていう気も一方ではしますね。実際だって自転車とかパラグライダーとかでこんなところを景色を見るっていうのはものすごい準備がかかりますよね。あ、ここ行けないな。そんな準備をするんだったらゲームいっぱいやった方がいいような気がするんでやりませんが、まあ現実に行くとね、それはそれでまた考えが違うんだと思いますけどね。ああこれは前も来ましたね。動画にも出したと思いますが、このなんか岩でできたアーチね。
すごいな。こんなところを自転車で走れるなんて、多分現実には無理なんだよな。いや、実際にできる人はいるんですけど、僕がやるのはほとんど無理ということですね。何やってんだあのボットは。ここでボードをなんかやってんのかな。雪がないところでボードを滑るみたいなのありますよね。だいたい草の上だと思うんですけど、このサーフィンみたいなの乗ってるような気がするけど、砂の上でできるのかどうか知らないですけど、だから本当ヘルメットとかプロテクターとかしてないと大怪我しますよね。ガッサガサですからね。ガッサガサでゴツゴツで、しかもその辺に生えている植物にはトゲがあるんですからね。この辺でサーフィンとかやって、まあ、自転車もそうですけどね、こけたら大事ですよね。サボテンだらけですこれ。どっちかから行けるんだったかな。この上登りたいですね。自転車で登れるかどうかは別として、まあ何かの方法で行けますけど、ちょっと徒歩に切り替えよう。これは見回さないとどうやって行けるか分かんないですね。自転車で行けないか。わあすごい、なんだろうこの中から見た光の加減とか。あーウイングスーツでくぐっていった、すげえな。楽しいだろうなこれ。なんだよこれ、今ただでやってるんですよ。僕は予約してるんで、もうすでに買ってありますけども、今ね多分 PC しかできないし、おそらくきっと予測ではね、僕が勝手な思い込みではきっと、この連続した期間か、あるいは話してか分かりませんけれども、 Xbox や PS でもできるようになるんじゃないかなと思いますが、この体験をフリーでやって、そうしたら気に入った人は買いますよねきっとね。あるいはね、今もうゲームパスがかなり強いですから、海外の勢いは本当、ゲームパスに入ってないんならいいやっていう感じになってきてますからね、少なくとも今は。なんで、まあ、UBI のゲームはあんまりゲームパスで見ないですけど、どっかの国だとスティープもあったような気がしますけどね。まあ、ライダーズリパブリックが入る可能性は少ないかなと。まあ少なくともローンチで、このゲームが発売するのと同時に、ローンチって言葉の意味がよく分かってないんですけど、発売と同時にゲームパスでプレイってことにはならないでしょうね。こっちに降りたのは間違いだったかな。お、なんかピコンって言った。ああ、たどり着いた。
これは前も動画で見たはずですけどね。 Hey, welcome to X Stomp Air. I'm Benji, hitting you with hits all day long.月こんなにでかいの？スカイラインアーチ。かっこいいな。こんなの映画でしか見たことないですけどね。こんな景色あるのかな？いや、これはまあ全部 CG ですけど。でも現実をある程度反映してると思うんですよね。いやー、こんなの見れたら奇跡だと思うんだけどな。すげえや。まあでも暑いのは嫌なんで砂漠に行くことはないですね。夜は寒いらしいですけどね。実際でもどういうもんなのか、まあ乾燥はしてるんだと思いますけどね。さて、ちょっと待てよ。なんか目指そうと思ったところを忘れてしまった。あ、そこにありましたね。ポイントが。黄色いのが、こっち側にあるので、600メートル先。そこに行ってみましょうか。ちょっと待ってくださいよ。大丈夫でした。サボテンがなんか増えたような気がするんですが、グラフィック設定の問題なのか。あ、そこもランドマークか。これは見ましたね。なんかみんな着陸してるけど大丈夫？ここのランドマークはもういいな。ここにいっぱい人がいるんで、まあこの辺ちょっと上空探ってみましょうか。通過してここを眺めてみましょうかね。これ、いや、あ、大丈夫か。いや、やはりそうでした。プレイリストをループさせるのを忘れていて、ランダム再生はしていたんですが、ループしていませんでした。さっきあのつくつくつくって鳴ってたんですけど、あれそこにありますね。これズーム機能があるんだろうかないんだろうか。ないですね。前は双眼鏡は使えたんですけど。マスレイスメイヘム。マスレイスの様子見てもいいんですけどね。まあそれはもうちょっと後にしましょう。
なんか話の途中だったような気がしますが、もういいや。砂漠はでもこれ、いや確かにすごい景色はありますけど、見飽きますね。1時間いたらもういいな。もう少し水とか森とかがあった方が景色として眺めるにはいいな。あの車でぶっ飛ばすんだったらね、マッドマックスみたいでいいんでしょうけど、自転車にねトゲトゲつけて突っ走ってもマッドマックスみたいな、なんか小学生みたいになっちゃうんでバカバカしい感じになると思うんですけど、なかなかね。うわー、この景色あったの？全然見てなかったけど、追加されたのかなと思うぐらいもう見てない景色がいっぱいあるんですよね。まあだから製品版に向けてまだひょっとしたらかん、開発続けてるのかもしれませんけど、まあでもこういうのを追加するとしたら最初から作ってたんじゃないのかな。だから出してなかっただけでしょうね、ベータの時にね。もしこれが新しい要素として追加されたんだったら、新たに作ったんじゃなくて作ってあったけど置いてなかったっていう感じじゃないですかね。だって一応 UBI はなんか、まあ今ゲーム業界はどこでもそうだと思いますけど、一生懸命リリース前だから徹夜して頑張るとか、社員が会社に泊まり込むとか、そういう状況はないってことになってますからね。だから一生懸命今のこのロケーション僕が知らなかっただけで前からあったか、ベータには導入されていなかったか、そのどちらかだと思いますけど。あ、なんかあそこに物があるな。なんだろう。あ、自転車だ。なんだこれ、折りたたみ自転車か。小さいわ。これ自転車の姿も止まってないと見せらんないんですよね。もうちょっと明るいとこじゃないとあれかな。うまいことカメラワークで見えないですね。でもちっちゃいのは分かりますね。よし。あ、なんか鳥がいた。どこ行こうかな。こっち行こうかな。こっち行くとでも多分砂漠ですよね。もう少し森がいいな。この辺行きますかね。で、時間がかかるんで、徒歩で行くのもなんですし、でっかい鳥がいんな。詳細を観察したいんだよな。どっかで双眼鏡拾ったりするのかな。どうだろうな。そもそもこれは自然を鑑賞するゲームとしては機能してないのかな。ちょっとわかりませんが、ロケットウィングで、あ、ちょっと待ってよ。このファンキーズのあれ？折り紙で
テイクオフして飛べるの？やっぱ飛べないんだ飛べないんですね。あ、またなんかギザギザになってる。何なんだろう、他の人から見えない状態になってるのかな、これは。よし、飛びましょう。ザ・ウェイブって書いてあるのかな、こんなの。これはあったかな。あー、エモートにしちゃった。あれ、あ、パラシュートは RB だった。あれ、どこ行った、風船。もう遥か遠くに行っちゃった。上すぎるな。もう少し降下して、速度を落として、ちょっと下に降りてからの方がいいかな。こうして、ステルス爆撃機になってるとしか思えない。書か何かを発見しましたかね。ピコンってなる。結構あの効果音に関しては、効果音が確か オプションでは FAFS あれ SFX 音ってなってたかな。オーディオ SFX の音って書いてますね。You might want to try this stunt challenge in the most iconic crest of Zion. I mean, it's the Badger's Naturals. すげえ。この辺の川を、この感じはいいですね。これ、いやーこれはすごい。なんか映画でよく見る感じですね、これね。これかなり操作が厳しいですが、うわー、この下くぐりたい、くぐりたい。あ、ぶつかっちゃった。ぶつかると思ったんだよ。この辺の 上の加減が分かんないな。よし、うわーすごいな景色が。あのグラフィックの描画が追いついていないのはグラフィック設定とか僕の環境のせいだと思いますけどね。視野がどこまで見えるようにするか、どこまで環境をプリロードするかみたいな設定もあると思うんで、今画質的には中ぐらいの設定にしてるんで、こんな感じですけどね。まあ高い設定、あるいはコンソール、PS5 とか Xbox、 なんだっけ、 Xbox の新しい今のやつ
だったら両側綺麗だと思いますけどね。安定してるからね。 PC だと特に僕は今回もうセッティングテストとか全然しなかったんで、ひょっとしたら1日しかできないかもしれないね、今の発表段階では。なんで、収録することを優先したんですけど、セッティングしてうまく調節して、あとはグラフィックのね、ドライバーとかがもし、更新があるとかそういうことがあったら、もうちょっと安定して綺麗な感じで収録配信できると思いますけどね。まあその辺は強いストリーマーの人がやったらいいと思うんだよな。お試しでもいいから絶対楽しいと思うんでね。まあ発売されたらやるのかもしれないですけど、いや、やるんだろうな。それはまあ確実にやるでしょうね。まあただその何人かのグループとかの場合、そのいくつかのね、チャレンジをこう同じこうなんですかね、グループでやってどうやって見せるかっていうのはちょっとね、考えないと難しいのかもしれないですけど、でも景色だけで持つと思うしな。誰かがやってくれれば売れるんだけどな。まあ多分 UBI が公式にやってくれっつって提供する気は今あんまりないみたいですかね。まあひょっとして準備はされてるのかもしれませんけど、ぜひね、いろんな人にやってほしいから、僕の動画でなんか見るよりも強いストリーマーさんに、やってほしいですね。そうすれば多分 いろんな人が今知らない状態だと思うんですよ。で、どういうゲームか知らない人も多いと思うんですよね。あんまりメディアで大々的に触れてもないし、ベータの反応もね、だって僕の動画が反応がいいぐらいで、普段の動画と比べ物にならないぐらい、それぐらい情報が少なかったってことなんですよね。なんで UBI さんのお願いなんで、もう少し宣伝してあげてほしいんですけど、まあこれがね、上がる頃にはねもう遅いでしょうね。一生懸命ファークライやってるんだと思いますよ。まあ発売されてすぐに売れなくてもいいでしょうからね、少しずつある一定の期間でプレイヤーが増えて、いろんな人に知られるような状態になればそれでいいと思いますけどね。いや、ファークライもいいゲームだと思いますよ。すごい火炎放射器とか作ってみたいですけどね。でもそれ現実にないんで、そういうのをなんか、フォールアウト4で一生懸命やったんですよね。それもいいかなって気がするんですよ。もうちょっと別の感じで やるかな、それやるんだったらっていう気がしていて、まあファークライはすごい楽しみですよね。6でしたっけ。まあきっといつか買ってやるでしょうね。さあ目的地までたどり着きましたかね。よいしょ。ここは早く着地しすぎたかな。着地が早すぎた。こういう時はなんか山を登るスピードが速くなったんだよ。
早送りみたいな状況になってる。多分だから登りやすくしたんだと思うんですけどね、急遽。ここはスノーモービルで行きましょうか。スノーモービルもなんかカクカクするんだよな。ここは自分でウェイポイントをつけたから何かではなかったのか。いやーすごい、今度は青くなった画面が。あー癒されるわ。座るっていうエモートないの？オートモードになっちゃった。座りたい。ゆっくりしゃがんで落ち着いてこの景色を見ていたい。ここにウェイポイントを設定できるんだ。なるほどね。ここはじゃあスキーで行くか。スキー、スノボで、あっちまで越えられるかな。これで行くかな。ちょっと FOV が広すぎるかな。もうちょっと狭くしてもいいかもしれません。ちょっとマイク割れちゃった。別にこけたって気持ちいいですからね。言い訳みたいに聞こえたな。さあランドマーク、うわー宇宙みたいですよね。 SF 映画見てるみたいだな。何なんだこれ。とろけるほどの素晴らしさだ。なんだこの日本語の改良の仕方の変な感じは。よりこの美しいものとは思えない美しさを感じられる。右寄せになっちゃってるんですね。すげえなー。あ、こんにちは。ランドマーク探しに来たのか。ちょっと目の前にいてやろうか。ずっとソーシャルしてる。どっか行った。雪山に来たから今度はと思ったのですが、はい、何でしょうか。ふと思った。
見と思ったよと思った。何でしょうか。この雪山でその服装は危なくないですか。ああ、僕は危ない人なんで大丈夫ですと思ったら帰ってきちまったいや、時間的にもうそろそろかなと思って、帰ってきました。はい、あの本当は服装欲しいんですよ。雪山っぽい服装、雪山の時は雪山っぽい服装したいんですけど、今回使うお金が引き継がれるのかどうかとか、今回買った衣装が引き継がれるのかどうかとかをちゃんと調べてこなかったので、前回のオープンベータの時は、そのデータが引き継がれますよって言ってたんですよ。で、しかし僕がこれ今プレイしているのってベータのデータを引き継いでないんですね、この今のバージョン。なので最初からこうやり直したりしてるんですけど、となるとこれが引き継がれないなら、まあ無駄遣いしてもいいんですけど、引き継がれるとしたらよくわかんないことになっちゃうんですよ。なので今買わないでいるんです、あのかっこいい服装を。いや、あの黄色い、これここからじゃないか、黄色いなんかあの冬用ジャケットとかあるんですけど、こういうね、みんなと同じ格好になるんですよ。そうすると気持ち悪いんで、ほら黄色いの着てる人いっぱいいるでしょ。ここにいるの大体プレイヤーなんで、黄色い服着てるか、赤と黒のチェックみたいな服着てるじゃないですか。みんなデフォルトの衣装なんですよ。で、そうすると、なんか黄色い服を着た集団みたいになっちゃうんで、それ気持ち悪いんで、あえて、他の人がしてない格好をしてるんです。はい、まあマジレスするとそういう感じですけどね。こう車が同じなんだよな。なんか急遽追加しなかった？無理して。ここを見て同じ車が多分10台ぐらいあると思うんですけど、ちょっと一生懸命頑張って会社に泊まって開発しちゃったんじゃないの？なんか変なんだよな。前の状況の方がもう少し良かったんだけど。まあそんな感じで、PC プレイデイの2回目になりますかね、収録している感じでは。うわぁ、いっぱい自転車あるな。かっこいいな。これ、ちょっと借りていっちゃダメかな、これ。まぁ、今回はこれぐらいにしておきますが、もうちょっとやります。で、まぁ、単に予想ですけど、多分、PC プレイデイとか、まぁ、プレイデイが拡散していって、コンソールも混ぜて、発売直前オープンデーみたいになっていくんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ可能な限りプレイして、様子はお伝えしたいと思います。今回の収録多分1時間ぐらいだったと思いますが、サーバーが、僕が乗っかってたサーバーが切り替わったのか、あるいはいろいろプレイヤーの人が時間的に入ってきたのか、賑やかになってきましたね。はい、こういう状況が続くことを祈っています。はい、では今回はここまでにしておきます。そんじゃまた。